村井知事は初めて福島第一原発を視察し、廃炉作業の様子やトリチウムを含む処理水の保管状態などを確認しました。村井知事は午後2時半ごろから水素爆発の跡が残る1号機の原子炉建屋などを視察し、被害の大きさや廃炉作業の進捗状況を確認しました。福島第一原発では原子炉の冷却作業に伴い放射性物質トリチウムを含む処理水が増え続けていて、東京電力の担当者からは処理水を入れるタンクが2022年には満杯になることなども説明されました。国は現在処理水を海や大気中へ放出し処分することを検討していて、視察の中では処理水の安全性についても説明を受けたということです。視察後、村井知事は東京電力との意見交換で、処理水がいかに安全でも頭で理解することと心で理解することは別問題だと話し、不安を感じる国民に対し丁寧な説明を求めました。安全であるというのならば、しっかりとその安全性について宮城県民国民にですね、説明をし、県民国民の理解が得られた上でですね、そういった対応を取るように、これは国と一緒に力を合わせてですね、対応していただきたいと思います。これに対し東京電力の小早川智明社長は、世の中に大丈夫だと理解していただくことは我々の責任と応じました。村井知事は先月、女川原発2号機の再稼働の前提となる地元同意を梶山経済産業大臣に伝えていて、意見交換終了後次のように話しました。事故を起こすことがどれだけ大きな影響があるのかということを改めて痛感した次第であります。万が一事故が起こった時にはですね、すぐに安全に避難できるようにしていく、これが行政として大きな役割だと思っています。